ちゃ、こんにちは。さあ、ゆたかさん、松井裕樹投手ね、金の話はやめろよ、もうないです。メジャーリーグのあるチームがもう正式オファー決定的という記事が出ました。おいいね。中地区です、はい、カージナルスが正式オファー決定的というのが出ました記事、はい、ということで、まあ、ヌートバーと一緒かな。あ、そうです、チームメイトになるというか、そういうことですよね、はい。カージナルスの関係者によると、今オフに FA となるセットアッパーのリストを見渡して、はい、B クラスや C クラスの投手はいるが、はい、7回、8回を任せられる投手の中では、松井裕樹投手はもう A クラスに入ると断言。おー、すごいね、評価。評価が高いです。で、ナ・リーグの中地区で今季最下位にカージナルス終わったんですけれども、はい、まあ、ブルペン陣の補強が急務と言われていて、はい、日本シリーズ終了後、松井裕樹投手が権利行使の手続きを完了させた後に正式オファーを出すことが決定的となっています。いくらでなのかね。いや、これ金額はまだか、金額は出てないんですよね。そうか、これって確かあのポスティング、ポスティングで行くんじゃなくて、海外フェアだから、もう金額はあの別に関係ないんですよね、上限っていうのは。いやいや、年俸交渉があるんだよ。年俸交渉は、ああ、だから何年契約のいくらっていう、うんうん、ポスティングだったらその買い取るのにいくらっていうのは出てくるけども、はい、FA だと年俸交渉だけど、楽天も出したんだろ。そうなんです、修正して、はい、国内球団、あのイーグルスをやっぱり考えてほしい、はい、残ってほしいっていうふうに球団は伝えていて、はい、当初は4年で16億円っていうのを楽天球団は考えていたんですけれども、うん、契約内容を4年で20億円に見直したということで、1億ずつね、1億アップしたの、すごいな。いや、4年16億だから4億アップです。いや、だから1年に換算すると、うん、そうです、そうです、1億円ずつアップでしょ、はい、すごいね。ゆたかさんの時とはもうちょっと全然桁が違うね。ゆたかさんの時のアップ率っていうのはどのぐらいだったんですか。アップ率なんか3割3分3厘、盗塁、まあ、40個ぐらいして、うん、はい、で打点も50点1番打っててね、はい、50打点以上上げて、うん、俺がプロ野球で一番上がったのが2400万。いや、笑うとこではないですよ。笑うとこだよ、笑ってくれよお前もう本当に。いや、時代が違えば、時代が違うよな。まあ時代が違うけど、はい、やっぱ選手の価値っていうのは上がってきたな。ものすごい上がってますよ ね、 ね。でそこにやっぱり MLB が参戦してくるっていうので、やっぱり日本の球団も残ってほしいっていうので、はい、さらにっていう。まあそうだな。じゃあもう最初から20億にしとけばよかったじゃんって話もなきもしあらずなんですけど、ね、まあまあそりゃそうだけど、うん、でもまあ海外のね、はい、そういう情報も得ながら、はい、まあ修正したんだとは思うけどもね、うん、ただやっぱこうメジャー志向が強い人っていうのは、うん、金うんぬんというよりも、うん、やっぱりこうああいう環境に行って自分を試したいとか、はい、うん、あ、そういうことはあるだろうね。それと松井はその抑えっていうよりも、はい、7回8回を A ランクっていうふうにつけられたんだったら、うん、まあ、そこら辺でしっかりした成績を収めると、はい、もっと価値が上がってくるよね。そうですね、うん、それとやっぱ松井っていうのはそのボールに WBC の時アジャストできなくて、うん、ちょっと苦しいんだけども、はい、まあまあそれは慣れでね解消されることで、はい、おそらく大丈夫だというふうに考えると、はい、やっぱ松井のあのスライダーだとかチェンジアップっていうのはものすごく有効的だろうね。うん、うん、ただピッチクロックがあるから、はい、あれ1球1球長いからさ、そうです、だからそれにやっぱ慣れるのも大変だけども、確かに、あ、まあそこら辺クリアになったら、はい、あのスライダーだとかなかなかやっぱこう打てないような、うん、まあ、そういうスライダー投げるからね、はい、だから楽しみではあるけどね。そうですね、うん、でやっぱり中地区のカージナルスがやっぱりその松井裕樹投手も欲しいっていうところで注目してたんですね、ずっと。まあだからその最下位に終わり、はい、そのピッチャーの補強、うん、これはもう急務だということで、はい、まあ視野広く松井も見てたんだろうね、うん、そうですね。ただやっぱりあの若さであの数字を叩き出してる松井のその、うん、なんていうの、スタミナだとかタフさっていうのはね、うん、おそらく証明してくれると思うしね、うん、だから楽しみではある。そうですね、あとはもう先に行っている今日本人メジャーリーガーの投手たちがやっぱりそのぐらい成績を残しているからこそ、まあそうだね、っていうのもありますね。まあ、ただ今行ってるメンバーの中は大体その先発で投げてるピッチャーが多いんだよね、うんうん、
中継ぎっていうのはなかなか藤浪投手ぐらいですか、ね、そうかな、うん、ぐらいだな、はい、で大体先発に回ってるピッチャー陣が多いから、うん、はい、だからそういう意味ではね、また新しい風を吹かしてくれると、うん、日本中で投げてる人たちのなんかこう一つの目安になる可能性もあるしね、はい、勇気を与えることにもなるし、はい、だからといって言ってほしくないけどね、まあファンとしてはね、本当にいい選手がポン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 海外行くからさ、はい、ね、寂しい限りではあるけども、はい、まあ、だけど日本の その底力というか、うん、力を見せるにはね、はい、松井が中継ぎでもいいピッチャーいるんだみたいなね、うん、まあ、そういうところは示してきてほしいとは思うけどね。大シーズン活躍というか、どういうところをこう注目というか思うんだけど、その抑えのピッチャーって結構精神的にも肉体的にもかなり疲労を積んできてるんだよね、はい、で松井も今年もうフル回転でやったでしょ、うん、はい、でこのオフ例えばアメリカに行くんだあればアメリカに行ったりこう行き来したりとかしてトレーニングがおろそかになる可能性があるんだよね、うん、アメリカに行くだけでこう契約を結ぶなんかこう往復だとかいろんなことを考えるとやっぱ疲れをまず取ってほしいなと思うよね、うんうん、だからもうそれはもうみんなに任しておいて行って知らないところに行ってああここで野球やるんかっていうぐらいのつもりでいいから、はい、もう本当にあの疲れを抜いて、うん、もう1年目からベストの状態でちょっと戦ってほしいなというふうには思うけどね。そうですね。でもまあ先陣切ってというかあの海外 FA 行きたい海外のに行きたいって言ってる選手の先陣切って具体的な球団名が出たのって松井裕樹投手が初なので、まあ、今年初めてそうなんですよ。だ、まあ、あとはね、まあ、オリックスの山本由伸投手だったりあと DeNA の今永投手もやっぱり海外っていうのが出てるのでもう山本由伸なんか特 A らしいな、うん、FA の先生の中では牛のラグみたいな一番トップらしいよそうですよね。そうなってきますよね。いや夢広がるな。でどこに行くんだろうってかどっからオファーが、まあそうだね、いやお金がなあるとこ行くしかないよね、まあ、ただねやっぱ、ね、お金よりもどうしてもメジャーっていう、ね、でもねメジャー、まあまあ、松井も WBC とか入ってねああいう環境を見てきたと思うよいろんな環境を、はいね、雰囲気だとか、うん、もうやっぱねあれ見るとね向こうで一回は経験したいと思うよ、うん、俺もそう思ったもん。あ行った時俺らの時はメジャーっていうのが身近ではなかったけども、はい、こういうところでやっぱり野球ってやってみたいよなっては思った。でも素晴らしい環境をファンが作ってくれるし球団の本部のスタッフだとかももう本当に野球に集中できるような、はい、で野球って素晴らしいもんだ野球選手のステータスは高いもんだっていうのをしっかり示してくれるから、うん、そうだなメジャーに憧れるっていうのは仕方ないな、まあ、とは思 う、ね、まあ日本がダメだって言ってるわけではないけど、うん、でもメジャーから比べるとまだまだだよね、うんうん、日本の環境という意味ではね。そうですよね、うん、だからやっぱりもうワンランク上の世界のステージで自分の力を世界のトップバッターたちとどこまで通用するのかっていうのを夢のメジャーに行くかメジャーですよカージナルスがねああ行きたあのもう表明してる でもあれだろまだ分かんないんだろ楽天に残る可能性だってあるわけもちろんそうですよねそれは、まあ、カージナルスが、ね、興味は示してるって言っても条件は出してないわけだからもちろんそうですもちろんでも楽天の条件を見た時にそれを上回れるだけの提示ができるかどうかな、うん、カージナルスがですよね、うん、あとカージナルス以外にもねもちろん出てくるいやもちろんあ可能性はあるよな、ね、そうですよね、うん、なのでまあ、ちょっとねいち早く松井投手に興味を示したのがカージナルスっていうのが出たのでお伝えしましたけれども、はいはいそうだねはい、こういったね海外への移籍組のまた話題が出てきたらこの動画でもどんどんピックアップしていきましょう。そうもちろんです、まあ、そうだもちろんです、はいはい、はい